夕ご飯水炊きです。キャベツが半分とか丹波さんのしめじとか入ってます。あとは鶏の骨のなんかぶつ切りとか手羽元とか元あとすごいさつま揚げを食べたくなったので一袋買ったんだけど食べきれなくって、まあもちろん食べきれるわけがないんだけど切って中に入れてみました。グツグツ煮てます。キャベツ1個買っちゃったんでもうあと半分残ってるんですけど、なんとかして食べないとと思って、まあこれを食べたらまた継ぎ足して茹でてキャベツいっぱい食べたいと思います。それじゃあまた、バイバイ。